えに行くっていう話を聞いて、それがようやくまた始められるのかなと思うと、自分たち的にはよしやってやろうっていう気持ちは十分にあります。今回の朝祭りバイバイという楽曲は恋愛がメインの楽曲になっているんですけど、なんかまあ歌詞がすごい切ない内容だったり、メロディーのそのリンクだったりとかがすごい現れている、自分的にも今までこうシングルをリリースさせていただいた中では一番聴いてるんじゃないかなっていうぐらい結構好きな曲です。デビューの時のアルバムからもそうなんですけど、お二方にはすごいご協力いただいてますし、アニマルに関してもジェイドさんがあの作詞というかに関わっていただいたので、個人的にはすごく嬉しかったですし、なんかすごいいつも通りのこうホームな感じがして自分的にはやりやすかったです。ピーチョさんもそれこそラップであのアルバムからずっとやっていただいてるので、まあラッパー陣もすごくこうやりやすい環境だったとは思いますし、こう自分たちがデビュー前からずっとドーベルさんにはお世話になっているので、そういった部分ですごい協力いただいている感じです。わあ、そうですね、ジェイドさんがもともと僕も、まあ、みんなもそうなんですけど、アーティストの方としてすごい好きだったアーティストの方なので、それは前々から思っていたのと、すごいやっぱうまいので、そのフローとかなんか歌詞のアクセントとか語尾とかがすごい細かくて、それをこうすり合わせていくのはすごく毎回苦労というか、まあ、楽しい、自分的にはすごく楽しいんですけど、あ、ここでこうやってるんだっていうのはすごく面白い反面、その曲を良くしていくのと、あとは自分の個性だったりをどこまでこう寄せるというか合わせていくのかっていうのはすごいレコーディング中にも話し合いながら進めていった感じです。今回の楽曲はダンスがこうメインというか、なんかこう主役になるぐらいの楽曲にしていこうという話も最初から出ていた中で、ダンスの振り付けを外部の方にお願いしてるんですけど、本当フルでずっと踊ってる感じなので、体力面的にもやっぱきついんですけど、こう撮影で一曲丸々通して撮影をするっていう時にそれを何回戦かやったりしたので、それがすごいもう気合でもやりきろうみたいな感じのがすごい印象残ってます。その撮ったシーンも衣装が変わってたりするんですけど、みんなで撮ってる方は結構黒と赤で統一感のある感じで、もう一つはバラバラな方で撮ってはいるんですけど、それが何て言うんでしょう、ボーカルとラップの住み分けというかもうできてるのかなと思いますし、なんかラップはラップのバースのところで3人で踊ったりとかイメージシーンとかもあるんですけど、その組み分けがあんまりなかったりもしたので結構新鮮に映ってるんじゃないのかなと。結構ミクの声というかこの曲にすごい合ってるのかなと思うんですけど、サビの最後の方のミクのバースがあるんですけど、結構なんて言うんだろう、優しい声というかがすごい合ってて、なんかそこは何回聞いてもこう頭に残るっていうか、なんか脳内で再生されてるなって思います。そうですね、なんかこう主題歌にこうなったりとかするっていうことがあんまり自分たちの中でもなかったので、シンプルにこう嬉しかったですし、そういう音楽の番組でこう使っていただくっていうのはなんか自分たちにとっても大きなことなのかなと思うので、すごい今後の自信じゃないですけど繋がっていくなっていうのは思いました。デビューして2ヶ月後にバトルオブ東京幕張がやらせていただいたんですけど、自分たちよりも経験豊富な先輩方と一緒にやらせていただく中で、自分たちにとってはすごくチャンスでもありましたし、勉強というか経験の場になるなっていうのを踏まえて臨ませていただいたんですけど、すごいこう刺激もいただいたので、やってすごい良かったなと思っていて、今回のは何て言うんだろう、自分たちの成長した姿だったり、BOT 以来に見る方もたくさんいると思うので、そういった方になんかより完成度が上がったなっていうふうに思っていただけるようにしたいですね。やっぱ単独でツアーをやったりとか、
なんかこうリリースされてする時ってやっぱりこう自分たちのことを知っていて、なおかつこう応援してくださってる方が多いと思うんですけど、他の先輩方と一緒にやるとなるとやっぱりこうどうしても比べるというか、こう先輩方がやった後に僕たちやったり、僕たちやった後に先輩方がパフォーマンスをしたりすると思うので、そういうところでこう個性だったり自分たちらしさっていうものがどれだけこう出せるのかなと思うと、やっぱり気合はめちゃくちゃ入ります。そうですね、こうヒロさんからこうお祭りのような感じにして、一日一日違った感じでこうファンの方々を楽しませたいというあのことをいただいて、自分たちもそれに対して最大限対応できるようにしたいなと思いますし、やっぱりそれがあるとなんか毎日がこう同じものよりかは楽しみなのかなと思うので、その分なんかこう稼働というかやることも増えるとは思うんですけど、それも一つ一つ丁寧にやっていきたいなと思います。3人ニューヨークに留学していたメンバーとかもいるんですけど、こう世界をこう視野に入れて活動していこうというのがあった中で、まあ、コロナがあってからなかなかこう海外に行ったりとかそういうものを前に進めることができなかったんですけど、タイに行くっていう話を聞いて、それがようやくまた始められるのかなと思うと、自分たち的にはよしやってやろうっていう気持ちは十分にあります。そうですね、なんかこう自分たち単独で行ってこういろんなことをするっていうのも一つではあると思うんですけど、こう一緒に行くことによってできることの幅だったりとかが増えていくのかなとも思いますし、自分たちもそうですし、サイキックにとってもより相乗効果というかはあるのかなと思います。11月12月かなぐらいに小室追い祭りっていうのがあって、なんかディズニーの塔の上のラプンツェルのなんか灯籠がこう上がっていくみたいなシーンがあるんですけど、それのモデルになったお祭りがあって、それはタイにいる時に行われる祭りなので、それは絶対見たいなって思う。ようやく自分たちのこの世界っていう視野に入れた活動がようやく再開できるチャンスなので、一つ一つやっぱ大事にしていきたいですし、一人でも多くのタイの方だったりに届くように、そして現地のアーティストの方とも楽曲制作とかをしていきたいなと思っているので、それは本当7人でプラスサイキックも合わせて頑張っていきたいなと思います。